はい、どうもトロです。はい、今回はね、3DS 用ソフトメダロット9というゲームをね、実況していこうかなと思います。まあ9と言いますが、過去作とはね、ストーリー上のつながりはなく、あのドラクエとかね、 FF みたいな感じですね9作目っていうことであって、はい、物語自体は別物となっております。ではメダロットっていうのはね、自由にパーツを付け替えられる、まあ、ロボット、メダルで動くロボットがあるんですけど、まあそれです説明雑。はい、そんな感じでね、まあ初見プレイでやっていこうかなと思います。いきましょう。さあ、孤島の学園がね、舞台らしいんですけど、入学からもう1週間か。なんかね、キャラデザもね、最近可愛くなってるんですよね。あ、オレンジこっちだから、またな待ってよ、ケンタくんじゃなくて、哲也くんじゃなくて、あ、これで主人公の名前入力するってこと？俺の名前は？どうしよう、天馬。まあ、そのまんまでいけますか、名前はね。せっかくなんで。天馬くんだね。よし、今度こそ覚えたから。本当か、このメガネくん。まあ、それはともかく、なんのよ。えへへ、ロボトルし、いきなりか。いきなりロボトルって。さっき思いついた作戦があるんだ。本番前にちょっと試させてほしくてさ。おう、大会ね。いいよ、わかった。よし、勝負だ。すごいね。ゲーム始めて1分も経ってないうちに、バトルのチュートリアル始まったぜ。勝負だ。過去最速じゃないかな、これ。まあ、一部やってないゲームあるんですけどね。おー、これ、なんだっけ、2のやつ。メダロッチのコマンドスクリーンを操作して、私に指示をちょうだい。ああ、最初はクワガタとかじゃないんですね。任せとけ。メダロットの基本行動は、パーツの文字遅い。攻撃、補助、回復など、効果様々。十字ボタンで、オッケー。格闘系ね。間違えた。頭パーツ使いたくないよ。そういうことね。貫通マーク。貫通攻撃は相手のパーツを破壊したら、さらに頭に。そう。そう、貫通がね、メダロット結構重要になってくるんでね。腕パーツは頭パーツって言うかで何度も使用できる。脚部。脚部パーツは技を使用することはできないけど、メダロットの、そう、足がね、なくなっちゃうとスピードとか一気に下がっちゃったりね。全部必要なんですよね。で、戦うとどんどんパーツがね、壊されていくんですよ。で、相手の頭パーツを壊した方が勝ちっていうのがね、まあ、メダロットの基本ルールなんですけど、どうしようかな。ダブルパンチ。よし、ロボトル開始だ。ロボトルファイト。あー、すげえ、ミスターウルチじゃねえ。めっちゃなんかあれやね、若い女の人になっちゃったね。ロボトルの審判というか、相手のメダットは左側。あー、下の画面ね。オッケー。相手より先に私が充填完了。攻撃するまでにその充填っていうのがあるんでね、まあ、スピードみたいな感じの。オッケー。コードが終わった直後のパーツはオーバーヒート状態か冷却。オッケー。この冷却のね、ゲージがなくなったら次の行動ができるんですよね。まあ、本当ルールはね、単純なんでね、メダロット。次はチャージしてみよう。コースを貯める。チャージ待機中は回避ができない。ああ、そうなんだ。チャージ。攻撃回避できないんだね。チャージをするには R ボタンを押してチャージのコマンドを選択。あ、これね。敵の攻撃が来るわ。あー、今回、すげえ。好きなパーツでガードできるんだ。今までこんなんなかったんで、確か。
回避は成功すればダメージを受けないけど、失敗すると、ああ、そういうことね。じゃあ回避なんか選択したくねえよ。じゃあ左手。あ、待って、レーザーってめっちゃやばくね、ほら。ほら。無理無理。チャージ完了よ。ん脚部特性 G コントロール。G、なんで G？ え、どういうこと？脚部パーツ選択して、え、ダメじゃん。G コントロールできんじゃん。あ、なんかあれかな。能力発揮中なのかな、今。ゲージ溜まったことによって。これ、トラップ。射撃トラップ？あ、違う。あー、そういうことね。脚部パーツが速くなってるのね、今多分。G、なんとか。おー、貫通。とりあえず両腕さえ潰しちゃえばいけるんじゃないかな。あ、でも頭も格闘か。わー、ちょっと待って。充電成功、成功。威力、こっちの方が威力あるね、左手の方が。オッケーオッケー。おー、怖っ。オッケーオッケー。相手の脚部さえね、破壊しできれば。さあ、どこでガードする？ちょっと待って、全然破壊できん。くっそ。貫通しちゃうでしょ、多分。回避、回避。あ、でも回避やってみるか。レーザーでしょ。あ、でも回避今できんようになっとったっけ。うお。怖怖。もうね、メダトはね、脚部壊されたら、足を壊されたらね、もう死んだも同然だからね。鈍くなって、ほら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 、タコ殴りにされるだけだよ。よっしゃ。いやー、この友達結構強かったんじゃない？モブキャラのくせにね。ロードル、ウィン。ロボットに勝利したら相手目立ったのパーツを1から3個。1から3個ももらえるの？めっちゃもらえるじゃん。もらえる数は機体に、あー、そういうことね。倒した機体の数分もらえる。めっちゃいいじゃん。あ、しかももらうパーツ自分で選べるとか最高じゃね。マジか。じゃあハイパーレーザー。やっぱレーザー欲しいんでね。メダルが欲しいんだけど。やった。くっそ、ダメか。これならいけると思ったんやな。でもテストとしてはまあまあかな。チーム戦ならうまくいきそうな気がするし。うん。で、友達くんの名前は友達になってるけど。友達なのに名前を知らないとか、もう友達じゃねえからね、それ。大会明日の昼だからね。駅前に集合だからね。おお。ああ、天馬くんかわいいね。さてと、それじゃあ。いや別にショットとかじゃないですからね。あ、そんで、強度はどうする？テルル。もう、青山テルル。まっすぐ帰るか、それか。まあ、まっすぐ帰らんでしょう。そうだ、パーツショップ寄ってこうぜ。うんうん。パーツショップ、何に買う、ん？何買うの？おう。この学校で初めての大会だし、気合い入れないとさ、いいパーツ入荷してないか、覗いてみたいんだ。パーツショップどこ？やあよ。ロボトル重視のパーツってゴツゴツして可愛くないもん。テルル可愛いな。そんなことないよ。スマートでかっこいいのっていっぱい。いい。いやー。あー、逃げちゃった。テルル。私ロボトルなんて嫌いだもん。歌って踊れる M アイドルになりたい。M？ マゾ？
あ、メダロット。メダ確認だって。M アイドル志望にしてたら絶対合格してたもん。テンマが勝手にラボトル志望で応募しちゃったから。なんでテンマはねこんな可愛いメダロット使ってるんですかね。お母ちゃんとかお姉ちゃんからもらったのかな。超エリート校なんだぞ、メダ確認。倍率1000倍うっそ、おかしいやろ。あ、まあ合格の可能性なんてもともとなかったんだ。あなたっていつもそうね、努力もしないですぐ諦めちゃうじゃあどうしろって言うんだよ。浪人して来年まで待つのか。今度はアイドル志望で受けてみるああ負けた数えるのめんどくさいあ、おい、なんだよ急に黙ってさ、言い過ぎた。そっか、そ、あー、これなんか恋人みたいになってるよ。 お別れ話でしょ。チャンスはこれっきりじゃないし、来年になったらまたきっと。テルル？決めた！私たち強化キーでコンビ解消し、あーマジか！振られたよ、天馬。さよなら。メダロットに振られるとかはさ、マジで？こんなことある？チェ、なんだよもう。おー、来た来た来た、ロボロボ団。ね、悪の秘密結社、ロボロボ団。変態スーツをね。ん？わ。あ、なんだこの、気をつけよ、ロボ。なんだこの変態スーツのやつは。なになに、メダロットはどこの路線に行こうとしてる？すいません。なんで俺が。わ、こんなとこで座ってる場合じゃないロボ。待って待って待って、こんなハレンチスーツだったら、ちょっと、ロボボタン入りたいんだけど。メダロットか。ん？メダロットが人間襲っちゃダメロボ。盗品はどこだ？どこに隠した？何にも取ってないロボ。何にも持ってないロボ。本当だロボ。ふん。まだ白を切るか。ならば。いいね、この懐かしいの6章。知らぬ。この6章っていうメダロットはね、初代からいるっていうか、存在してるっていうか、なんて言えばいいんだろう。まあ、初代ね、主人公の相棒としてね、いたロボットなんですけど、ち、面倒ごとは叶わぬ。まあ、言うてでも、なんだろう、同じ、パーツ自体は一緒だけど、中身は違うんでね。別にだから、過去作とは関係ない。6章という型番のロボットなんでね。私はマスターのふりをしろ。え、俺？なんで？理由など貴様の知ったことではない。言う通りにしてもらおうか。何をしたらいいのか。なんだか知らないけど、時間ができたらぼ。おかげで準備 OK だぼ。ロボトルだったら負けないロボ。ロボトルだったらいいのね。かわいいな。いろんな意味でかわいいな、こいつら。憎めねえ。ロボトルだったら負けないロボ。いくロボよ。いやもう、大丈夫。そんなハレンチな姿で戦える。わ、敵は3体もいるじゃないか。ロボットの技法など相手チームのリーダーさえ機能を停止させれば。そういうことね。頭パーツにダメージを与えることでリーダーかどうか。あー、そういうこと。リーダーかどうか分かんないってことね。見た感じ絶対真ん中のやつだろうけど、今回は。頭パーツにダメージを与えてリーダーを判別し、そいつを機能する。私のアンテナは攻撃の成功。まずアンテナを使ってから。え、大丈夫？絶対無理でしょう。アンテナ。ロボトルファイト！ファイト。さあ。自分の成功率が上がる。次はガムシャラ攻撃。ピコピコでしょ？左腕のガムシャラ攻撃は相手の全パーツに、ちょっと、全パーツにダメージ与えるとか最強じゃん。パーツを選択したらもう一回押そうね。あれ
威力性能が上がった。え、どういうこと？ガムシャラは突進力を生かした攻撃ゆえ脚部の機動性が高いほど、威力上げるの2回押すと。何その隠しコマンド的な。まあ今回真ん中のやつだろ。まあだろうね。一人だけ色が違うもんね。まあここはチャンバラソードで右腕でね。おお、弱ゴーフバレット弱。懐かしいな、ゴーフバレットとか名前ね。シナリオは今回新規っていうか過去作関係ないんですけど、登場メダオットの機体はね、やっぱ過去作から何体か出てるんで懐かしい。この状態で攻撃食らえば必ずクリティカル。あ、そうなんだ。あ、そっか、ガムシャラなもんね。あー、まあいいよ、右手をどんどん。ちょっと待って、クリティカル怖っ。数的不利な。メダフォースで一気。おお、メダフォース。詳しい説明は後だ。とにかくフォースをチャージして、フォースね、どれチャージすればいいのね、これ。受ける、防御回避がないけど、あ、そっか、チャージもダメだったっけ。早速ルール忘れちゃったよ。よっしゃ、100%になった。簡単に100%になるね今回。 R ボタン押せ。おお、空竹割り、オーバードライブ、川竹割りね。さあ、てかメダフォースめちゃくちゃあるやん、3つもあってよ。おお、なんかあれはね、過去作と違ってロボトルはなんかしやすくなってる。好きなパーツでね、防御できるってね、いいですよね。今までランダムだったんで、ほんと頭に直撃とか時々あったからね。ぬおー、来たぜ。すげえ、なんかポケモンの Z 技みたいな、稲妻イレブンみたいな技名が出たけど、川竹割り。オッケー、やった。終わったか。すごいな。メタフォースを発動するとチャージゲージは全て消費。あ、そうなんだ、全部なんだね。100% たまれば、チャージとかダメージ受ければたまるんだよね、確か。やられたロボ、かわいいな、ほんと。あ、何するロボ、くすぐったい。おい、いけ、そのハレンチな。ない、どこだ。だから何も取ってないって言ってるロボ。まだわからんか。おお、このメダロットは野良メダロットだから人に危害を加えれるってこと？よせ。誰？完全主人公巻き込まれちゃったんだけど、知らない人たちの争いごとに。もうガンダムに出てきそうな。そいつらは何を持っていやしない。無駄だ。かわいいな。読書かわいいな。お前は、さっきのメダロットとロボットで押していたようだが、あのメダロットはお前の。違います。俺はただ通りかかっただけで、あのメダオットとは、ね、天魔のメダオットとお別れしちゃったもんね。名は、君の名は。え、あ、俺？天魔です。あの、なんだろうね。名前ぐらい言ってくれてもいいのに。何なんだよ、一体。ほう。ギャラリー、地味に多かったな。夏の人ね。お兄ちゃん、大変。大変って、何が？郵便来てる。ほらほら、おっきな封筒。おお？封筒を手に入れた。誰から？メダ学院って。え？早く開けてみて、お兄ちゃん。メダ学院の合格通知を手に入れた。あれ？時戻ったってこと？あ、だよね、多分これあれだよね。ママ聞いて、お兄ちゃんが妹かわいいな。
てかなんか男の子も女の子もこれ可愛いね、デザインね。入学式もとっくに終わってるっていうのに嬉しいよ。そりゃ嬉しいけど、こういう過去があったってことでいいのかな。メタ学院、それはメガ財閥、あ、もう長い長い。運営するかの名門メダッター学院大学の、あ、大学の付属なんだ。メタドットは今や人々の生活に欠かせぬ存在も文字が早い。メタドッターは世界中の少年少女の憧れであり、目指す将来の姿でもあった。ほう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 。あ、じゃあさっきのメタ学院の学院長とかそういう感じか。メタドッターを志す若者にとっての理想郷であった。学院には創設当初からおびただしい数の希望者が押し寄せた。あ、そういうことね。絶海の孤島に位置するんだ。たちまち目立ったの登竜門となったのである。あー、なんかこの甲子園みたいな感じよね甲子園や。あ、そういうこと。誰誰誰。ああ、道をね、聞いてる。お、ありがとうございます。で、いや、わかるやろ。この狭い、狭い島なんで、ね。道沿いに行けば学校着くよ。あそこだ。早くセーブしていいな。教頭。え、教頭若いね。ここで、はい、OK。これで手続きは完了だ。それでは次にと。校長先生はまだかね。あ、校長なの？学院長とかじゃないの？少々遅れる。鈴音。これ絶対仲間になるやつや。見た目が仲間になりそうな顔してる。ようこそメダ学院へ。なんか SE っていうかあれやね。BGM がなんかポケモンみたい。僕はこの学院の教頭。若いなぁ。これ絶対あれでしょ、ロボロボ団？こんな風に校長の代役をすることもある。あはは。では次に、教員の方々を紹介しよう。まずはこちら。あけぼの。ああ、こいつね。目開いてねえよ。一塁目だったら体力も一塁でなくてはならん。ビシビシ行くから。絶対ホモや。はい、そして、その隣が、小井丸先生。ああ、小井丸先生、何これ？保険？あ、やっぱ保険っぽいよね。白衣着てるし。困ったことがあったら相談に来てちょうだい。あー、困ってなくても行く。他の先生方、待って、これ水色の髪の毛ってさっきのロボロボタンじゃないの？え、保険の先生、あのハレンチ、スズメだ。おお、よろしくお願いします。スズメなんか目が死んでるけど大丈夫？知っての通り、うちは創立3年も経たない新設校。あ、絶対なんか訳ありや。あー、理由は明白。それがうち一流目立った育成を方針掲げる。裏返せば、それほどまでに一流目立ったを夢見る若者多いということだ。もちろん君もその一人だろ。もちろん。君は特別推薦枠で入学を許されるわけだけど、あ、そういうことね。その会期には入りたくても入れなかった大勢の若者たちがいる。うん。それが君の義務である。よろしい。では次に。遅いな、校長。あとやることあったかな。じゃあこれで多分3人があれでしょ、幹部的なやつじゃないの？すぐそれ疑いの目見ちゃうんだけどね。あけぼの先生、了解した。それでは僭越ながら、この私が学生証を出す。メダオットを呼びなさい。ほうほう、メダオットとコンビを組むメダロッター。コンビ解消しちゃったよな。複数のメダル所持は禁止。嘘でしょ。学生証、じゃあ学校やめたるよ、こんな学校。決めたメダルに等しく、携帯の義務がある。証明書は手渡しが原則である。どうした？何をもじもじしてるのだ？実は。あ、あれ？あの人、あれ？あ、時系列がよくわからん。あ、さっきの友達は、あ、冒頭の時はまだあれか、この学院入る前中学校だったってこと？あ、そういうことか、多分。うん、そういうことだね。
スマホを確認しろ。え、早くしろ。これしてんのじゃないの敵。あ、ない、モンジローのパーツを一式手に入れた。パーツあったのメダルないと。あ、メダル来た。クワガタメダル。あ、この BGM 一緒だね。早くセーブしたいな。お前のパートナーだ。え、お前のことは調べた。メダルと思っておらんそうだな。なんと、それは本当ですか。いたんですけど、そのなぜだか喧嘩別れになっちゃって。つまりパートナーなしへ入学できたってこと。どういうことですか校長先生。試験免除に1週間おきの入学、何もかも。え、なんか訳ありなんだよねきっと。なのにこれは一体。説明は後だ。とにかく今日からお前がそのメダットのマスターだ。クワガタメダルってことは起動したぞ。挨拶してやれ。でも早くしろ。こんにちはじゃないか。はじめまして。む貴様誰だ。俺天馬って言うんだ。君のそのマスターだよ。マスターそれなんだ、赤ちゃんみたい。マスターっていうのはつまり君の友達ってこと。あ、まあ、てんてんてんってなるや。こいつは多分友達と思ってないんだよ、メダットのこと。兵器とかね、しもべと思ってる悪いやつだよ、学院長。まあ後から話してるよ。これからよろしくな。名前をつけてやれ。メダットの名前を自分の名前にすればいいんだ。お前の名前はトロだ。よろしくな、トロ。恥ずかしいな。トロ、拙者の名前。トロ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 。なんか、効果音というかあれになっちゃったね。トロトロトロ。変な名前。なんだと？あけぼの先生にしたら、知ればよかったね、名前。直ちに。おぉ、学生証を手に入れた。うむ。あとは二人でよろしくやってくれ。わかりました。では、ついてきなさい。生徒会長ね。オッケー。あ、でも意外と鈴音もあれかな。敵なのかな。てかめっちゃ和風の曲音かっこいいね。メダロとね、その曲もかっこいいんですよね。鈴音だ。鈴音さんはその俺と同じクラスなんですか。私は3年だ。だいぶ年上やね。セーブできないのかな。ずっとセーブを気にするっていうね。30分ぐらいになっちゃうからね。それが何か。え、私が3年だと何か問題でも。あー、これめんどくさいやつか。コミュ障だこれ。聞いてみただけで。あんまあれやな、友達いないタイプかな、この生徒会長。着いたぞ。ここが男子寮だ。あれかな、なんかね、刀持ってるよね。よいしょ。おー、スネオ、お前の部屋は202号室と聞いてる。部屋に荷物を置き、落ち着いたら授業に顔を出すように。ほほほ。あ、そっかそっか、もう入学式終わって授業も始まってるんだね。おー、なかなか自分で歩けんね。あった、俺の名前。これそろそろメニュー画面来るか。ここが俺の部屋になるのか。狭い部屋だな。このメタってほんとかっこいいね。ていうかトロ、お前に部屋の広い狭いとかわかんのかよ。起動したばっかなのに。わかるぞ。さっきの部屋の方がずっと大きかった。校長室、それなんだ。大変だね。一から全部教えないといけない。急に合格って言われて慌てて転入して。もう、なんでもない。まあ、いっか。今更考えたってしょうがないし。念願のメダ学院入れたんだ。教室に行こうぜ。
教室？おし、セーブできる。さあ、じゃあ今回はね、ここまでにしましょう。まあ、物語の序盤で、まあ、いろいろね、テンポよく進みましたけど、なんか結構ね、面白いですね、今回も。昔はね、なんかかっこいい、熱い感じのね、話でしたけど、今回なんか普通に面白い。キャラデザもね、結構好きなタイプなんで、ね。まあ、これからちょっと楽しみ、本当。久々にメダオットやるし、セブンまでね、やってたんですけど、8、9飛ばしてたんで、はい、じゃあこんな感じです。こんな感じです。はい。またよかったらね、ご視聴くださいませ。このチャンネルではこのようにゲーム実況の方しております。よかったらチャンネル登録、Twitter フォロー、よろしくお願いします。はい、じゃあここまでご視聴ありがとうございました。またねー。バイバイ。